専門は恐竜の研究をしてまして、恐竜がいかに進化したかっていうのと、いかに多様化した、いろんな種類に増えて成功を収めたかっていうのと、でそれがどうやって恐竜から鳥へ進化したみたいなことを研究したりしています。でそれ以外に、空間的に見て、その北海道だけではなくてアジア、例えばモンゴルであったり中国であったりであったり、あと北米ですね、アジアと北米大陸ってかつてはつながっていたので、北米大陸のアラスカ、そしてカナダ、アラスカ、あとアメリカ本土という形で、こう環太平洋の住んでいた恐竜たちっていうのを研究していたりします。で結局って、結局究極なところっていうのは、結局その日本の恐竜、もっと言うと北海道の恐竜がいかに進化して、そして北海道にどのようにして渡ってきたのか、または北海道の恐竜がどこへ行ったのかっていうことを研究しています。私生まれ福井県なんですね。なので、ちょうど私が高校の時に福井県でも、恐竜化石が見つかる、で実はその見つかったところに私も一緒にボランティアで発掘行ってたんですよね。なので最初から本当福井の初めての恐竜発見からずっと立ち会っていて、で福井の恐竜も発見してますしっていうのがあって、なんとなくと言いますか、そういうところに育って結果的には恐竜っていう形にはなっているんですけども、本当のやっぱりきっかけっていうかターニングポイントっていうのは、アメリカに留学、私10年間やってたんですけど、その期間でやっぱりこう恐竜に研究しようっていうので、本腰を入れたって感じがありますね。福井の地層は、今北海道のものよりも5000万年ぐらい昔の地層なんです。まず一つはなので非常に古い地層だっていうのと、あとは、陸成層って言いまして、その陸に流れている川でこう積もった土砂での中に含まれた化石を発見されています。北海道は海の地層なんですね。でちょうど私がその福井にいた時にカナダの恐竜の企画展をやったんですけども、その時に海の地層から見つかったすごく綺麗な全身骨格を借りてきたんです。なので海の地層っていうのは見つかれば非常に綺麗な化石が見つかるっていうのはその時確信があったので、それで北海道に実はリンクしていて、北海道もまだ一部しか見つかってないけども、見つかればそのカナダで見つかっているような海の地層からすごい化石が見つかるんじゃないかっていうのは期待してましたね。私が北海道大学に来たのが2005年なんですけど、その直後ぐらいからそのホベツの博物館の桜井、当時は学芸員だったんですけど、桜井さんがたまに骨を持ってきて、これ恐竜じゃないですかみたいなことで、なかなか出ないねっていう中で、桜井さんからメールが来て、ちょっとこの写真見てください、恐竜っぽいんですっていうところが実はスタートしてます。 ですぐに見に行って、そしたら非常に綺麗な骨が つながって、尻尾の骨なんですけど、つながって出てきていると。でかなり細部にわたって保存がいい保存状態と僕ら言うんですけど、骨が欠けていたりとか、骨が表面が結構やられたりっていう、僕侵食っていうんですけど、ガサガサになっていたりボコボコになっていたりするんですけど、非常にいい状態で見つかってたんですよね。なので尻尾の骨がつながっている、しかも保存状態がいいっていうことで、要は残りもあるんじゃないかっていうので、そのもともと見つかった崖に行って、掘ってみたら骨が出てきたっていうので、じゃあ大規模に調査しましょうっていうので、その後、ホベツの博物館と北大で共同で大規模な発掘をして、最終的には全身骨格が発見されるっていうことにつながってきましたね。で例えば今周りを見ても、じゃあクマをすぐ見れるかっていうとなかなか見れないですよね。鹿がそこにいるかってなかなか見れないですね。同じように恐竜時代も、例えば7200万年前に遡っても、はいタイムマシン降りましたらすぐカムイサウルスがいるかって、そういうわけじゃないんですよね。なのでまずそこに恐竜が住んでなきゃいけない、恐竜が住めるような環境、住めるような食べ物がたくさんある、そういう環境が広がってなきゃいけないっていうのもありますし、その恐竜がたくさん住んでいる、豊かに住んでいるというか、たくさん数がいるっていうことがまずありますよね。でかつここで化石になるってことは、その恐竜がここで死んでくれなきゃいけないわけですよね。で仮に死んだとしても、それが骨として残るためにはすぐに埋葬されなきゃいけないですね、土砂とかで。それがずっとこう地表にさらされていると、雨風によって肉は腐っていって骨もボロボロになって化石にならないんです。なのでそのすぐに埋もれなきゃいけないっていう条件が必要になりますね。でその後地中に深く行ってそれが化石になる、たまに地下水なんかで骨を溶かしちゃうなんてこともありますので、そういうちゃんと化石になるような保存状態がある。でこれが今度地表に上がってきて地上に出る、で地上に出てきても早すぎたらまだ骨っていうのは
地中深くにありますし、遅すぎると骨全部削れてなくなっちゃうんですよね。でちょうどいいタイミングでその骨が出てなきゃいけない、その中で見つけなきゃいけない、でこの骨を恐竜だと認識できる人じゃなきゃいけない、でその分かった人が正しい博物館に話をして正しい研究者につながらなきゃいけないっていうのを全部掛け算していくと、とんでもない確率の低さなんですよね。なので今カムイサウルスってあえて全身骨格見つかって、まあ、僕もよく奇跡の発見だって言いますけど、いかに奇跡の発見かっていうのを考えてもらうとよくわかると思うんですよね。恐竜を専門にしても長いので骨の数をたくさん見てます。なので形をその単に見た目だけじゃなくて、例えば触った感覚とかっていうのが全部インプットされているので、骨を見るとどの部分の骨、どの恐竜の骨っていうのがかなりデータとして頭の中に、体の中に入っているので、骨を見た段階で簡単に言うと直感といいますか、理由なくこれは恐竜だとすぐ分かります。ただ、当時のカムイサウルス発見のことを言うとかなり慎重になりました。っていうのは海の地層から発見されているっていうことと、軽々しく恐竜だって言った時に、まあ、世間はすごく騒ぎますよね。でその場合後戻りできないので、かなり慎重に、まあ、恐竜だと思っているんだけども、客観的に見て、またさらにこう外から見て間違いないかっていうのをしっかり固めてから、まあ、発掘で実際その、まあ、大規模発掘した時には町にはかなりお金を出してもらっているので、そういうふうにいろんな人を巻き込んだり、まあ、お金も発生しますので、そういう意味ではかなり慎重になってますけども、直感としてはもう見たら恐竜でこの部分だというのはもう僕ら、まあ、それが専門家だと思うんですけど、その骨の形っていうのがすごく分かります、ね、まず一つはまさに世紀の大発見だったっていうことですよね。もう例にない、素晴らしい状態っていうのと、あとあの大きさですよね。8メートルっていう巨大な恐竜が丸ごと1体出てくるっていうのが日本では前例ないですから。でしかもティラノサウルスの時代っていう、よく恐竜といえばみんなティラノサウルスとかトリケラトプスっていう、で私の故郷の福井っていうのはさらに5000万年前の話ですので、ティラノサウルスの時代にほど遠い時代、昔の話なんですよね。なので、まあ、あれも恐竜時代ですけど、やっぱりみんな恐竜時代といえばティラノサウルスって言いますので、それもしかも全身骨格が出てきたっていうのも日本を代表する恐竜なので、まあ、いろんな意見はあったとは思うんですけど、まあ、当然私の中でも例えば北海道っていう名前をつけるとか向川っていう名前をつけるっていうのもあるんですけど、やはりそうではなくて、やっぱ日本を代表する本当に歴史がここで刻まれたっていうところで、日本っていうのをまずつけたいなっていうのもありました。でそれと同時にやっぱり北海道らしさっていうのも出したかったのもあったんですよね。あとは覚えやすさです。一般の人にも聞いて耳障りのいい、しかもスッと入ってくる覚えやすい名前っていうのをすごく意識したんですけども、その中でやはり北海道らしさっていうところで、まあ、カムイという名前を付けさせてもらって、あと首相名っていうんですけど、後ろの方にジャポニクス、まあ、ジャパンですよねっていう名前を付けることによって、日本の竜の神様、恐竜の神様っていうのでカムイサウルスジャポニクスっていう名前を付けたって経緯があります、ね、恐竜がカムイサウルスが親族親種かどうかっていう、どうやって決めるかっていうことなんですけど、そのためにはその恐竜にしか見られない特徴をまず探します。例えば人間でいうとこの人しか持っていない特徴ってありますよね。まずそれを見つけることが第先決になります。でその次に何人か持ってるんだけども、その組み合わせはその人しかないっていう、そういう特徴の組み合わせのユニークさっていうのも見つけたりするんですけど、でカムイサウルスの場合は、まあ、特に頭の部分であったり、あと背骨の部分、あと手の部分とかに他の恐竜に見られないものであったり、またはそういう組み合わせで非常に特徴的なものがあったりするんですよね。その中で例えば歯の特徴であったり顎の特徴であったりっていうのはあるんですけども、普通の人が見てパッと分かるところっていうか、骨格をよく見れば分かるところが、背骨の上に突起が出てるんですけど、棘突起っていう、それって普通こう後ろに傾いてるんですけど、なぜかカムイサウルスの場合は前に傾いているという不思議な特徴があります。これは私実際標本を見た時にありえない形なので、あれと思って前後逆かなって自分も分かんなくなるぐらいありえない形だったんですよね。でその骨が前に傾く後ろに傾くって大したことなさそうだと思うんですけど、実はそこって背筋がつくの、背中の筋肉がつくところなので、骨の方向が変わると筋肉の方向も変わっちゃうわけですよ。なのでその実はその背骨の骨の方向が後ろ、普通だったら後ろに傾いているものが前に傾いている、それっていうのはおそらくカムイサウルスの非常に、まあ、他の恐竜にはないような
姿勢であったり歩き方だったりっていうのが多分考えられるので、単に骨の特徴でまあカムイサウルスっていう新しい恐竜って分かりましたけど、それだけじゃなくて今後今かこれからの研究になるんですけど、カムイサウルスのもしかしたら生活、そのカムイサウルスしかないようなユニークな生活方法って言いますか、どんな行動をしていたかっていうのはこれから分かるかもしれないっていうのがあります。まあ、なので特徴としては歯だったり顎だったりあの背骨の骨だったりするんですけど、ぜひですねカムイサウルスご覧になった時にはその背骨のですね背中の骨にちょっと注目してもらって、その背骨がこう後ろに傾いているのに実は前傾いているところをちょっと見てもらうと面白いかなと思いますね。どの恐竜産地って言いますか、発見されている福井でもどこでもそれなりのそれぞれの良さとか魅力っていうのはあると思います。ただ北海道の場合の面白さっていうのは海の地層っていうのがすごく面白くて、海の地層から出てくるっていうことは要は海岸の近く海の近くに住んでいた恐竜なんですよね。でじゃあ海の地層から恐竜が世界中でどのぐらい出てるかっていうとあまり出てないんですよね。なので恐竜の世界っていうのはいろんなところで描かれていますけども、北米であったりヨーロッパであったり中国であったりとかで、恐竜の世界こんなもんだったんだよって描かれてるんですけど、ほとんどが内陸の話なんですよね。じゃあ海岸線っていうのは当然ながら水も豊かですし気候も安定して植物もたくさんあるっていうことは、おそらくたくさんの動物たち、恐竜ですよね、住んでいたにもかかわらず今までなかなか描かれなかった世界的に。そういう中で北海道の恐竜というのは海の地層から出る、つまりは当時の海岸線にどんな恐竜が住んでいたか世界が広がっていたかっていう描ける世界でも非常に数少ない場所なんですよね。なので私は北海道の恐竜と言いつつも、実はこれっていうのは世界の恐竜のにとって非常に重要な情報がたくさん眠っている、世界が注目すべき場所、実際している場所でもあるんですよね。なので皆さんと北海道の人は地元のことってなんかどうしてもアンダーエスティメートっていうか評価なかなか高くなかったりしますけど、そのぐらいですね、カムイサウルスの発見もすごいですし、北海道の恐竜がそのぐらい世界的に注目されるべきで注目されている恐竜だっていうことですね。なので恐竜時代を見たければ南北のエゾソウ群沿いに見ていけばいいし、もうちょっとその哺乳類時代ってなれば例えば初老化石動物化石博物館っていうすごく立派な博物館があったりします。でそういうところを見ていくと、あとマンモスなんかもありますし、そういうふうに見ていくとその地球の歴史ですよね、その命の営みって言いますか、恐竜時代じゃなくて恐竜時代から哺乳類時代、そして私たち人間につながるそういう歴史といいますか、その命のつながり営みっていうのが実は北海道を巡ることで見えてくるっていうのがあるので、そういう目線でまた北海道を楽しんでもらうとまた違った目線で、見方ができるんじゃないかなと思いますね。今コロナ禍なんでなかなか外に出れなかったり大変な時期ではあるんだと思うんですけども、やっぱり物に触れることでその場所に行くことってすごく刺激を受けるんですね。私も毎年何ヶ月も海外調査って行ってましたし、これからもまたスタートしますけど、やっぱり部屋の中で閉じこもっていてもやっぱりなかなかアイデアが出てこなかったりするんですよね。やっぱりそういう意味ではやっぱり外に出て物に触ったり人と話をしたり、そういうのってすごく大事なので、コロナがある程度収まったらですね、皆さんも北海道ってすごいところなので、ぜひ皆さんその博物館に行ったり、山に行ったり自然と触れ合ったりして、もう北海道の魅力っていうのを再認識って言いますか、本当にいいところなの ですごい情報とかすごい化石がたくさん出てるので、また違った目線で北海道っていうのをもう一回見直してもらって再評価してもらえたらいいなと思います。